はい。はい、どうしました？はいよ。はい、はいよ、ジャン君。ポンちゃんもこっちおいで。はい。ポンちゃん、ジャン君、今生配信終えたとこですが、ジャン君は甘えモードに入っています。そして、はい、ポンちゃん自らここを選びました。やっと使ってくれるようになったね。するって入ったよね。はい、そしてこういうところから見たいのですが、このドームに僕たちが映っちゃいます。これを避けるためには、外の光を落として内側になんかこうね、室内灯みたいなのをつけるっていう案をちょっと考えています。ただ、夜にならないとね、昼間はどうしても明るいからね。さっきね、鳥さん入れたんだけどね、鳥さんのライト。まあ外がすごい明るいから。暗くしてやってたんだけどね、多少は映るね。はい、これも誕生日のプレゼント、ちゃんと使っている絵が撮れてよかったでありがとうごす。ざいます。じゃんくん、宅急便でーす。はい、懐かしい、この黒猫宅急ヤ便マのト。段ボール。 はい、またいただき物届いちゃいました。ありがありがとうござとう。いまはい、じゃんくんはす。入ったね。こたつ、ポンちゃんがね、お気に入りが変更になったので、そう、もう一個ね、できたからね。ポンちゃんのいない間にジャン君入っています。やっぱりジャン君あれだったの？ポンちゃんのって思ってたってことかまあな。ね、遠慮してたんだろうね。そうだよね。偉いね。偉いね。ジャン君偉いね。よいしょ。ジャン君。はい。宅急便の段ボールからこんなの出てきました。黒猫白から白熊熊。からの、おお、にゃんこベッドかな？そういうことだね。黒猫まあカゴみたいなということになりますね。そうだね。はい、やっぱペットベッドって書いてあるから。
ワンちゃんとかニャンコちゃんのペットベッドだね。はい。はい、ポンちゃんはどうしました？ポンちゃん。ポンちゃん。はい。ポンちゃん、それなんか、いただき物の上に乗ってますけど。あ、そこか。入るんですか、うん。すっかりお気に入りになったね。いいね、気に入ったね。そして宅急便もあるからね、ポンちゃん。こういうことに今なっています。いいね。はい、ポンちゃん。落ち着いた？はい、目に入る感じだね。ちょっとこっち側から毛布がずれちゃった？まあ、お尻ちゃんと乗ってる。後でちょっとやろうかな。はい、中にははい、季節です。クリスマスリースはーい、ね、それと長靴、長靴、そしてこれは、これは帽子だね。あれ、ポンちゃんたちが着る猫用、ちょっと小さいかな。でもこれはあの飾り用だね。あ、そういうことだね、うんうん、オーナメントになりそうな感じ。そうだね。あとトナカイさんと、はい、トナカイ、それもトナカイさんかな、はい、色違いトナカイさんです。そしてメリークリスマスって書いてある。はい、チロルチョコだね。チロルチョコ、はい、なんか中にいっぱい入ってます。そしてこんな袋に入っていました。これもクリスマス仕様ですが、この中身ちょっと開けましょう。はい、よいしょ。お、はい、なんかかわいいものがいっぱい入ってるよ。はい、靴下、これはマオイママさん用だね。これ柄がせっかく、あ、こっちか。あ、ほら、スナフキンとチェシャ猫と、うん、あとミーもあるよ。ミーと、はい、あとタオルが、にゃんこのタオル、かわいい。ブルーとピンク、黒犬用とも見えるかな。はい、どうもありがとうございます。かわいいです。あとこれは、これ保湿消毒、消毒も含んでんだ、うんうん、アルコール配合の、そうか、クリーム、手が荒れるからってことね、うん、もうだんだんこういうことになってきているわけですね、うん、そして、はい、文房具っぽいやつ、これは何かを止めるやつか。にゃんこのお手手で止める。あー、コードがぐじゃぐじゃになってるよということですね、うん、コードをまとめるような。そうだね。あと、はい、意外とお菓子とかもね、こうクシュクシュってやってる、はい、あとはこれジップロック。そうだ ね、なんか、はい、プレゼント入れたりできるやつね、はい、あとね、こんなのも入ってたよ。わぁ、テレビでよく見るやつね。見るやつ、はいはいはい。ほらほら、ライブとかに持って行ったらいいのかな。これでも3つあるから3人分ってことじゃない、お母さんと。自宅では、まあ、外出入りしたら ね、うん、そうだね、あれだけど、今、家にずっといる状態では、あまり行かない、ね。まあ、お母さんお出かけよくするので。そこなんだよ。一番危険な人が出かけてるからね。うん、そうなんだよね、はい。それと、あとね、メモ用紙がいっぱい入ってたよ。はい、かわいいやつ。かわいいね。中がね、いろんな柄になってたよ。こういうことですね。うん、はい。あと、妖怪メモ。妖怪メモ。はい。うちらしい。あと、お花です。はい。はーい。あとね、それはじゃあ開けるの待とうか。はい。今度はジャン君がこのベッドに興味。あれ？あれ？やっぱ入ってんだよ、ここ。ということで、カエルくんだった。ガチャを。ガチャガチャにはカエルくんが入っておりました。これは？なんかね、多分コードのところに付けられるやつじゃないのかなと思う、うん。やっぱりまとめるってこと？まとめるっていうよりはアクセサリー的な、うん、コードに挟み込むってことね。そうするとコードの上にカエルがいるよってこと。ポコってここにポコってはできるようになってる。と思うんだ。なるほど。これなんだっけ、なんとかカエルの名前はちょっとわからないけど、かわいいやつね。バジェットガエルって書いてある。はい。で、もう一個は多分日本アマガエルかな。はいはい。ちょっと見して。あ、黄色い、お腹が黄色いやつだから違った。いちごヤドクガエル。うん。いちごヤドクガエルっていうふうに、これいいのかな。
お腹が黄色いやつだよね。それね。よいしょ。ちょっと今、線が、手前に出してこれるような線が今ちょっとないかな。はい、これね。あ、そう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 。これを、そう、ポコって、パチって。はい。そうそうそう。つきました。もう一個もつけたい。後ろに。よいしょ。よいしょ。よいしょ。こんな感じで。はい。あ、ちゃんとついてなかったっす。よいしょ。こうですかね。はい。はい、線の上に変える。はい。という、すごいアイデアだねっていうことでいいのかな？はい、どうもありがとうございました。このような、このような、このような、こんな感じになっています。ポンちゃんはちょっとね、今、カプセルで寝ていますので、あ、起きてる。あ、目開けた。そのうち来るでしょう、うん。どうもありがとうございました。メリークリスマス。まだ早い。そして、なんでしょうか、この黄金に輝く箱は。はい。開けまーす。ああ、お、日の丸、日の丸、の丸、これが読めない。達筆すぎて読めない。なんかの雨、雨だよね。多分。はい、というおみかんでございました。みかん、あ、これで読めるかな。あ、ゴールド染料って書いてある。なんかきっと高級だ。美味しいおみかんな気がします。いただいてしまいました。どうもありがとうございます。これを見るともうお正月近いなってなるね。そうだね。ここね、こういうことです。どうもありがとうございました。そうさまです。はい、期待を裏切らないジャン君です。ふかふかのところに入っていきました。寝る、ジャンク寝る。ちょっと小さい感じがいいのかもしれないね。うん、体スポッて入る感じ、ね、うん、いいね。丸くなったらぴったりだよ、きっと。はい、入りどころがいっぱいになっております。ね、あ、丸くなるかな。そうね、そうね。おや、ポンちゃんも入りましたか。みんな交代でいろいろ入ってるのね。はい、楽しい場所がいっぱいできてよかったね。うん、はい、撫でてみようかな。ポンちゃん、あ、ですね、今ジャン君にカメラを向けたら逃げ出しましたが、結構15分ぐらい今の状態でしたよ。ジャン君があそこにね、また開いたから戻ったのね。そしたらポンちゃんがその上から乗っかってきたのね。ポンちゃんはどかせようとしたんじゃなくて一緒に入っていたかったんだよね。ねえ、じゃん、ポンちゃん。ただ、ジャン君はちょっと辛かったかな。重かったよね。さあ、じゃあ、寝ましょうか。夜です。